FIFA 公式ウェブサイトで販売されている各国代表チームのユニフォームに韓国代表チームのユニフォームを日本チームと紹介し、大きな議論となっている。これに対してアジョシ大学のジョタカシ教授は、去る2週間、FIFA ロシアワールドカップの公式インスタグラムアカウントで先般派応援写真が使用され、 またロシアワールドカップの応援歌ミュージックビデオでも先般旗が使用され、多くの論争となったと伝えた。特に彼は、ネットユーザーと旅行を合わせて持続的な抗議のメールを送った結果、先般旗のシーンが削除された。しかしあるネットユーザーの情報提供でユニフォーム販売ページに、フィーチャードジャパンジャージースと、 フィーチャードジャパンギアーと誤って紹介したことを再び確認できたと付け加えた。また祖教授は、他の本選出場国の紹介は全て正しいが、韓国チームだけ誤って紹介されていた。現在、誤った部分の修正のために抗議のメールを FIFA 側に2度も送ってみたが、まだ修正されていないと説明した。 先週はロシアワールドカップ本戦に進出した様々な国のユニフォームや応援シャツなどが販売されている他の公式サイトに先般旗をデザインにしたシャツが販売され、大きな物議を醸した。これに対してソ教授は、ネットユーザーと共に民間レベルでの様々な活動を通じて、先般旗の使用事例をかなりなくしたが、 今回の件は大韓サッカー協会から公式的に FIFA に抗議をすべきだと思うと伝えた。特に彼は、FIFA では処罰規約64条によって相手チームに侮辱感を与えたり、政治的に認識されるスローガンを見せる行為を禁止している。つまり、協会は当然、先般旗に関して強力な措置を取るべきだと強調した。